こんにちは。唇色ないな。まあいっか。まあいかんないな。そうさん、こんにちは。むっちゃんさん、やっほー、あきさとうさん、こんにちは。ゆうとさん、こんにちは。えねちらかやんさん、こんばんは。びっくりした。え、本当ですか？嘘。眉毛濃く見えるし、リップ薄い。でも唇が荒れてるからリップはもう塗らないでいいか。なんか重く見えるな、すごく。うん、うん。今日は何分でしょう。だいたい30分くらいちょっとやりたいと思います。もしかしたらね、また夜やるかもしれないんですけど。なりさん、ハロー。ちょうどどうもり。おー、どうもり、いいですね。ゆらもやってた、お昼くらいに。スーさん、こんにちは。ともあきさん、こんにちは。紫には嬉しい。これね、中学校の時に、中学校の時になんか文化祭でダンスをやった時に、前言ったかな、これ言ってない。中学校でダンスをやったんですよ、文化祭で。その時に着た服のな、これ予備のやつかな。本当はね、そのここにね、なんか誕生日を入れてたんですけど、多分これは予備のやつで何も入れてないやつですね。今度それ着たいな。うん、今日も寝癖直すのに時間かかった、大変だった。キュニーさん、こんにちは。ダンスメーダーさん、ありがとうございます。 Thank you。 ライザーさん、初見です、嬉しい、ありがとうございます。 STU48 2期研究生の池田ゆらです。ぜひぜひルームフォローお願いします。えいさくさん、こんにちは。ピエールさん、こんにちは。わたさとスマイルさん、こんにちは。ダンスメーダーさん、ん？なんですか？これはちょっと英語が読めません、ごめんなさい。きょうさん、こんにちは。ボ BOBX さん、こんにちは。あやなさん、こんにちは。ずきちゃんさん、こんにちは。ライザーさん、すみません、あれが英語がわからなくて。皆さん英語の方すみません。フクロウの人来た。あ、フクロウの人、ユラも来た。そう、今日朝起きたら来てた。ダースベイダーさん、ハロー。岡田奈々さん、推しさん、こんにちは。ケンタさん、こんにちは。 How are you? I'm fine, thank you. And you? マーキさんが59キロちゃん、ありがとうございます。 Fine! お、いいですね。 I'm fine。 アイロン使ってます。でもなんか本当にちょっと今日ここら辺がピシってなってて、ここピーってなってて、ちょっとなんか変なんですけど、まあでもいいかなと思って。もう寝癖よりは全然マシだから。なんかちょっと寝癖の写真をまばめに送ってみようかなと思ったんですけど、ちょっとさすがにひどすぎて送れなかった。そう、マジで。アインさん、こんにちは。星たくさん投げます。おー、ライニーさん、ありがとうございます、嬉しい。投げてください。石川さん、こんにちは。そう、キュート、嬉しい。タッキュンさん、こんにちは。
天塚さんこんにちは。寝癖は敵ね、敵ですよね。それなそれな。むっちゃんさん50件ありがとうございます。5時10分くらいかな、それぐらいかな、30分くらいですね。やりたいと思います。20分か30分かくらい、まあ30分かな、30分配信します。あ、テロップ書くの忘れてた。ねえ、テロップやだ、書き忘れて、もう待ってします。イエイ、はい。漢字じゃない、あ、漢字もわからんけど、英語がわかりません、ごめんなさい。かわちさんかな、こんにちは、初見ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。なんかすごい白飛びがするんですよね、なんででしょうか、わからないけども、髪の毛が、ラーリさんこんにちは。河内さんをありがとうございます、よろしくお願いします。イエイ、よかったらぜひルームフォローお願いします。のぺちゃんさんこんにちは。 SKE の池田楓さん、池田楓さんっていう方がいるんですか、似てますか私そうなんですね、私ちょっと詳しくなくてすみません。池田楓さんという方がおられるんですね。青空ハイウェイさんこんにちは、こんにちはうん、髪型一緒なんですか、ケンモさんこんにちは、ありがとうございます。お、みやちゃんさんこんにちは、イケてるよって嬉しいありがとうございます。そうです、髪型、そうなんですね、ありがとうございます小島愛子ちゃんと仲いい、仲いいですよ、結構喋ってますそう、喋ってる、うん、愛子じ結構ね、面白い動きをするので面白いです。この間もソロカラの時に後ろで一緒におる時になんか面白い動きしてて結構喋ってますね、よく割と喋ってる、うん、って感じです。ねえ、髪の毛ボサボサで嫌だなって感じなんですが、まあ、うん、最近池田ちゃん気になってきた、嬉しい、ピーヨコちゃんさんありがとうございます、嬉しい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 です、ぜひぜひぜひ池田んちに、チューチューさんこんにちは、ヘオさんこんにちは、
たはゆらちゃん多客か。何ですかそれ。この間配信終わってから南から電話かかってきた。ああ、ありました。なんか南がショールーム配信してた時になんか電話かけてた。だから南のファンの方にこんにちはって言って、南のいつもお世話してるけどですって言った。マスオさんこんにちは。仲悪かったら困るって。いや普通に仲悪いとかないんで、はい。イエス。岩沢さん、お疲れ様です。こんばん、こんにちは。どんな動き、なんか曲に合わせてね動いててね、ちょっとよく覚えてないけど、なんか癖が強かった。あやこじ結構なんか、結構なんかゆら的なイメージでは結構なんかちょっとお姉さんみたいな、静かみたいな感じ、おしとやかみたいな感じかと思ったら結構そういう面白いとこがあって、そうギャップですね。そんなことないよ。本当ですか。ボサボサなんですけど。そう、南に昼かけた時は爆睡しとった。ちょうどチクったの。いやチクられちゃった。ジュン FK さん初見ありがとうございます。 ST4 テクニック研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。カラオケ配信で一気に好きになりました。めちゃくちゃかっこよかったです。そしてお顔、嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。イエイ嬉しい。全然ボサボサじゃない。本当よかった。よかった。いやなんかまとめージュっていうなんかここのアホ毛をね直すやつやっても、なんかちょっとまだこうやってピッピッってなっとるけん、もっとひどいんですよ本当は。ゆらのアホ毛もっとひどいんよ。そう。どうもりやってないし、鬼滅の刃もう刃もう見てないし、流行に慣れてないわら。でもゆらも鬼滅の刃か刃か見たことないです。うん、見たことないけど、なんかねずこちゃんっていう方がおって、その方はめっちゃ可愛いなって覚えてます。ねずこさん、ねずこちゃんっていう方がおって、そう、そう、ここ家ですよ。家です。お家の一部の壁お家の一部の壁です。またサウンつけたって思います。もうね、でもなんかそう、なんかなんだろう、この人に、この方にサウンつけて、この方にはつけなくてとかあったらちょっとなんかあれかなと思ってそう、おいてそうかなってちょっと思っちゃってね。ライザーさん、壁が白い、そう壁白い、白壁、白い壁白い壁。この間の歌放送で気になってきました。嬉しい。ダイナマイト四国さん初見ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。嬉しい、ありがとうございます。もうね、この間のあのソロカラオケを見て来てきましたっていう方とかがそういらっしゃって嬉しいです。嬉しい。
き。かわいい、頑張ったね。嬉しい、ありがとうございます。さしなゆいさん、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい。おお、今日まで93日だって。あと1週間くらい、あと7日したら100日だ。嬉しい、頑張ります。93日も置いてたんだ。知らなかった。ちょっと、あ、もうちょっとで100日と思ったらもう93日になってた。嬉しい。嬉しいです。どんぶりやってるから電話してみろって言ったのは私です。え？あ、え？ゆらが？え？いつだろう。いつ？昨日かな。昨日ゆらどんぶりしましたね、配信で。基本的に名前呼び捨ての系の怖いジャイキャラの声ね。名前の話出たから気づいた。え？どういうこと？待って、ゆら待って、理解力ないかも、ちょっとやば。理解力がないかもしれないです。ごめんなさい。10FK さん受験。嬉しい、ありがとうございます。 ST48 日記研究生の池田優奈です。ぜひルームフォローお願いします。うん、ケンシンさん、池田ちゃんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。フォロワーさんが一気に増える現象が起きてる。初見さんが多い。嬉しい。そう、今日初見さんがたくさんいると思って嬉しい。ありがとうございます。そう、いつも来てくださってる方もありがとうございます。嬉しい、皆さんありがとうございますね。嬉しいです。まだフォローしてないよって方はフォローしてください。たっくんさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。松助さん、チェアマンさん、初見ありがとうございます。 ST48 日記研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。ダイナマイト四国さん、清水プロ、池田プロ、え？大営業行きそうなくらいうまかった。嬉しい。嬉しい。清水プロっていうのはね、そう、清水プロ、清水プロっていうのは知ってるんですけどね、池田プロって初めて言われたかも。池田プロって初めて言われたかもしれない。嬉しいです、ありがとうございます。この広島レモンが取れるし、お好み焼きもうまいし、ジュワさんフレッチ、広島もあるから。そうですよね、そう考えたらたくさんあるかも、広島。うん、そう、たくさんある。ぜひ皆さん来てください。来てください、ぜひ皆さん広島に。でまたこう、なんかだって広島で、あの、何、船とかでさ、公園がある時とかだったら、もし公園にその来てくださる時に広島の観光とかもできると思うので、そう、例えばその前乗りとか、その次の日とかに公演とか、まあ今はまだできてないけど、そう、でまたね、できるようになってきたら、公演とかが、なんか何、広島のさ、あの巡り、広島巡りみたいな感じでさ、あの結構さ、観光とかもいっぱいあるんですよ、広島は。じゃけんそこ行ったりとか、あとはなんだろう、そう、そこ行ったり、あのご飯食べたりね、お好み焼きとか牡蠣とか
宮島行ったら観光もできるし、もみじまんじゅうじゃない、もみじなんだっけ、もみじもみじが串に刺さってるやつ、もみじ焼きじゃなくてもみじ揚げじゃなくてもみじまんじゅう揚げじゃなくてなんだっけあれなんだっけ、もみじ焼きもみじじゃなくて焼きもみじ、分からん、あ、揚げもみじ揚げもみじ揚げもみじね、食べれるしいいと思います。せっかく今広島のこと言っとったのに漢字のところをちょっと言えてなかった。失礼いたします、ありがとうございます。今後私の呼び名は松助さん、合ってますかね、松助チェアマンさん、松助チェアマンさん合ってますか、松助チェアマンさん。神田なぞさん、あ、だるま100個ありがとうございます、イエイ。なんかプロゴルファーみたいやね、池田プロあ、たそうなんですか、ゴルフの方って何々プロって呼ぶの。でもゆら池田プロって呼ばれたの初めてですそう、清水プロはね、清水さんのね、清水プロっていうのは結構ね、あれ割とみんな知ってたと思うんですけど、うん、実は池田ちゃんや清水ちゃんの髪型結構、嬉しい嬉しい、ショートです、うん、でも伸びてきた、ゆらゆら伸びてきました。なんかショートってマジでなんか地味に大変、マジでこの内側とかもさ、こうやってやんないとさ、ボーンってなっちゃうしさ、もう今日あんましてないんですけど大変とか言いながら、そう、浮き船長さん合ってますか、違うかもしれん、こんにちは、ありがとうございます。ニコ生でのカラオケ配信を見てきました、嬉しい、ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらです、ぜひルームフォローお願いします。嬉しい、もうね、そういう方が結構いらっしゃってくださってそう嬉しいです、揚げもみじ焼きもみじとか言ってもマジでもうなんで出なかったんでしょうね、ゆらは。ありがとうございます。公演が再開されていきましてね、皆さん来てください。僕の太陽公演も多分まだあると思うんですけど、どうなんだろう、来てください。うん、昨日広島から関東に帰る直前に揚げもみじ食べて帰ってきた、おー、いいですね、よきよき。でもゆら揚げもみじ食べたこと皆さんになんか結構勧めてもらったんですけど、まだ未だに食べれてなくてそう、未だに食べれてない、なんかゆらの最近の悩みは、あの 急になんですけど、食べ物の話からちょっとね、頭に今よぎってきたっていうかそうなんですけど、なんかね、あの最近ゆらの、あのゆらが、ゆら自身が辛いものをすごく欲してるっていうか、なんか辛いものをすごく食べたいっていう気持ちになって、もうついついそのコンビニとかそうスーパーとかにおるとね、もうめっちゃ辛いものとかにすっごい目が行くんですよ。あと甘いものも、甘いものと辛いものが好きで、甘いものと辛いものにすごい目が行っちゃって、もうね本当にやばいんですよな、どうしたらいいんでしょう。なんかね、ゆらあんまり
辛いものは結構昔から好きなんですけどね、あのあれなんですよ、甘いものはそんなに別に欲しいタイプじゃなかったんですよ、ずっと。もうチョコとかもなんかそういう女子が好きそうなスイーツとかが別にそんなに好きじゃなくて、そういうのよりも全然なんかあれ辛いものとかなんかゆら結構なんかおつまみ系とかが好きなんですよね。おつまみ系、そうサキイカとか、あと何だろう、おつまみ系のちょっと食べ物でちょっとゆらが好きなんですよね。頭では分かるんですけどね、名前が分かんなくてね。おつまみ系のやつがめっちゃ好きで、あそうイカの塩辛とかめっちゃ好き、そうめっちゃ好きなんですよゆら。なんか塩分が好き、でもダメなんですけどね、塩分はむくむからダメなんですけど、マジ塩分が好きみたいな人だからゆらはダメなんですけど、本当にもうマジでダメなんですけど、あもうこれとか好きよあのあれキャベツ、おつまみキャベツとかわかりますかね、あの昆布とかのやつとかめっちゃ好き。まあそれはいいと思うんですけど、まず辛いものがめっちゃ好きで、もう辛いものを欲してるし、もうコンビニスイーツとか見たらもうマジでなんか前本当に興味なかったんですよ、スイーツとかほんまに興味なくて、でもなんかなぜか STU に入ってからあのすっごいスイーツが欲しがる感じになりました、ゆらがSTU に入ったからなんだろう、ちょっと女子みたいな感じになったんかな、ゆらがちょっと女子みたいな感じになったんかな、なんかマジでコンビニスイーツとかもねめっちゃね食べたくなるですよ、もう見ちゃう、なんかドーナツとかもう見ちゃう、本当にどうしようと思って、でコンビニでハマっとるやつがあって、そうめっちゃ美味しいやつがあるんですけど、もうどうしようと思ってる、もうほんまにもうやばい、今度永遠より続くように歌ってください、お、え永遠より続くようにっていう曲、ちょ皆さんに本当に、ね、曲を教えてもらう機会が多くてありがとうございますって感じ、そう永遠に続くようにか、あ、ねえねえ、ちょっとさ30分って言ったんだけどさ、ちょっと待って30分じゃ足りないかもしれないからさ、とりあえず5時15分までやります、ごめんなさい、変えます、はい、ごめんなさい、15分までやりますね、一応永遠より続くように、永遠より続くように、永遠より続くように、うん、ちょっと待ってね、お、ちょっと後で配信終わったら聞いてみたいと思います、ありがとうございます、ヒデさんありがとうございますけどいつも見ても美しすぎる高校生何それ、何それ、結婚とかねできるんかね、ゆらマジでまあでも私は全然そんな心配はしてない今ウケる、何言ってんのか分かんないよ自分で、ちなみにサンフレッチェ広島のチームカラー紫です、池田さん、そうですよね、紫、サンフレッチェ1回だけ見に行ったことある、なんかスクールの時にパレードを歩くみたいな感じなのでパレードを歩かせてもらってめっちゃいい経験だったなって思います、そうサンフレッチェのパレードもうすっごい大きくて、スタジアムすっごい大きくて、そこを 歩いて踊れて手振ってね、すごいいい経験でした、そう紫でちょっとね感染しました、そうすごかった、
広島人はお好み焼き食べる頻度、全然多くない。別にそんなに広島人だからって言って全然多くないです。ユラだけかもしれんけど、分からんけど、全然そんなに別に何週一で食べるとかじゃないです。そう、なんか思っちゃいますよね、やっぱり。なんかここの地域は何々が有名だから何々いっぱい食べるんかなとか思うけど、ユラはそんなことないかなって感じ。たくみんさん、やっほー、揚げもみじ革命ねえ、なんていう、全然食べれてない。皆さんにおすすめされしてもらってるのにね。なんかチーズがおすすめって前聞いた気がする。めっちゃ食べる、うまいとこ。としきさん、ありがとうございます昨日のんちゃんさんが激辛ペヤング食べて泣いてたけど、そういう配信、ゆら食べたんですよ、激辛ペヤング。激辛なんだっけ、あの一番レベル高いやつ、今出てるやつ食べた。2回食べた。その1日じゃないけど2回食べた。1回は妹と一緒に食べて、もう1回はいとこと一緒に食べたもうやばい、やばかったですよ。いや配信でやったらもうユラさんマジでうるさいから、本当にマジでうるさいから、いや本当にパニック動画みたいな感じになるから、ユラちょっと味覚は変わるね、変わる。なんか全然そんなに好きじゃなかったものとかも久しぶりに食べたらめっちゃ美味しいとかある。うん、イカの塩辛ね大好き。そうよ、そうプクプクになるからね、本当に。だからちょっと干してるんですけど、ユラそういう辛いものでもあんまり食べないようにしてます。すぐむくむんでね。ポンさん初見ありがとうございます。STU48 日記研究生の池田エラです。ぜひルームフォローお願いします。辛いものは若いうちに、あ、そうなんですか。そうなの、女子力上がった、嬉しいでも今まで別にそう食べてなかったものとかもすごい食べたいって思うようになった。そう、塩分とか糖分とかがもうすっごい先ほどの色の話で、仮に木田さんが赤い服を着ていったらサンフレッチェではなくカーブの話あーね、なるほどなるほど。あとあんまゆらっこですね、嬉しい、ありがとうございます嬉しい。ゆらちゃんの声質に合いそうなのは背中から抱きしめて、あ、そういう曲があるんですか。え、ありがとうございます。ちょっと待ってね、未来はいつも、お、AKB さんの曲ありがとうございます。聞いてみます、後で。天ぷらうどん食べました、いいな、食べたい、ひらも食べたい、モテモテですよってにはゲイ結婚できるあ、そっか、え、何歳だっけ、わかんない、何歳かわかんない。甘食いクイちゃんさん、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは。なんか声が今ちょっと変なのだったな。なんて読むのこれ、何するらしいね、なんだろう、場所変えるってことかな、どうなんでしょう。ご当地グルメはご当地の人はそんな食べないあるですよね、なんか、うん、そんな感じ、そんな感じする、うん、塩根ちゃんさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。広島県民はお好み焼きそんなに食べないよって聞いたことある。香川県民の自分はうどん、なんだろう、何食べてる、結構食べてるんですかね。夜もそんなにお好み焼き、でもよくね、あの家で食べたりもしてる。そう、
よくとかたまにとか言ったら今ゆるやば。放送でそれ見たかった。どれだろう、どれだろう。サンフレッチェはサッカー専用スタジアム建設、建設決まりました。そうなんですか、なるほど。ゆるちゃん好き嫌い、ん好き嫌い多い方、全然多くない、全然多くない。むしろ好きなものが多すぎてなんかそうって感じ。嫌いなものが全然ないかもしれないんです、もしかしたら。多分皆さんが多分今から何か食べ物の名前言ってもまあ割と1個ぐらいしかないかもしれない、嫌いな食べ物。マジで好きな食べ物の方が多いので、嫌いな食べ物ないかもしれないです、マジで。何、本当にない、マジでない。でも好きなものが多すぎて困る。ダイチャルさん合ってる、わからない、初見、初めて見る名前。ありがとうございます。 STU48 に研究生の池田ゆらです。池田ゆらって言います。そう、よくね、なんかこれなんて読むのとかね、漢字割と聞かれたりするんですけどね、下の名前はゆらって言います。はい、よろしくお願いします。ぜひルームフォロー待ってます。あと5分、ありがとうございます。キリンさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。ときたま、ときたま、ときたまなんちゃらみたいな。あこうのよっしーさんこんにちは、こんにちは。仕事中なので夜配信もしてくれた、あ、やります。今日多分夜配信もできるので、はい、夜配信もやります。来てください、今日はあんま見れなかったとかいう方。夜配信するのまたね、時間出すので来てください。 STU のファンになって行きつけのお好み焼きが何軒かできた。おお、いいですね、いいな。いい、めっちゃいい、いいいいいい、そんな感じでいいですね。あ、そうなんですね。へえ、陸上競技場。そう、好き嫌いないことはいいこと。そう、でも好きなものが多いのもいいことだけど、好きなものが多いのもいいことだけど、ちょっとね、好きなもの多いとね困っちゃうんですよね。まあいいんですけどね。5時カウントありがとうございます。 N164 さんありがとうございます。そんなこと言ってるとバラエティで昆虫食べさせられる。でもさ、昆虫だってさ、昆虫だってでも昆虫味とかあるんかな、味あるんかな。いや割と食べれるかもしれない、分からんけど。いけるかもって感じ。クレポートビ、なんだろうこれ、今もあるんですか、分かんない、ここの場所もちょっと分かんない。ゆらごめんなさい。ダイチャルです、よかった覚えておくやれ。お、ダイチャルさんありがとうございます。ダイチャルさん、としきさん、ゆらかわいい、嬉しい、ありがとうございます。今ので覚えたかな、嬉しい。皆さん池田ゆらです。選挙池田ゆらです、皆さんお願いします。最近の若い子は偏食かな、これ多いから。そうなのかな、ゆら全然ないですね、全然ない。虫噛んだ時ドロってするの、食べたことないからわかんない。カラオケの動画見ました、歌うますぎて見にました。イドリスさん嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。カラオケ動画バズって本当ですか、嬉しい。昆虫食べなバラエティあるあるね、ユーラも見たことあります。
るある、僕らは子供の頃食べてたし。うそ、え、虫マジ。納豆好きですよ、ゆら。納豆朝ごはんとか食べたりする、納豆。うん、これツイッターにアップするから見といて。お、ありがとうございます。のむのむさん、こんばんは。こんばんは。お、15分になりましたか。ありがとうございます。虫は噛むとき、あ、読んだこの前のカラオケ配信に衝撃を受けたよ。あ、河野よしーさん、本当ですか。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、それではちょっと、お、待って、アビーちゃんさん、だるまも引かないな、そうさん、だるま、あきひろさん、ハート、かたつむりさん、ハート、ありがとうございます。皆さんありがとうございます、嬉しい。ということで、お、ちょっと待って、コメント、ちょ、皆さんのコメント読みたいからさ、ちょっと待って。バード、とにかくかっこよかった、バード池田嬉しい、ありがとうございます。ロマンスかくれんぼで全然狙おう。ロマンスかくれんぼ、ロマンスかくれんぼ歌いました前座とかやってみたいですね。虫のバラードもいつか歌ってほしい。虫のバラード今度歌って。虫のバラードもね、あの、なんか虫のバラードも一応候補に、まあ、今話と入れてたりとかしたんですけど、でも何個かあって、何個か候補があって、曲もその中であの3曲にしたんで、そう、実は虫のバラードも候補に入ってたというなんでまたどっかの機会でね、歌えたらなと思います。はい、ダダダさん、チャッス、こんばんは。はい、ということで、ランキング読みたいと思います。はい、13位ライザーさん、12位あやなさん、11位あいんさん、10位みっつさん、9位浮き船長さん、合ってますか、ありがとうございます。8位たかぼんさん、7位たっくんさん、6位なべちゃんさん、5位すーさん、4位むひかんダイナソーさん、3位、のりさん、2位マスオさん、そして1位はトロロロロロってむっちゃんさん、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございますありがとうございます。皆さん、そう、今日皆さんにいろんな曲ね、教えてもらったりとかしたんで、ちょっと調べたいと思います今からはい、夜配信もするので、皆さんまたね、時間出すので見てください。ありがとうございました。皆さん、バイバーイ。バイバーイ。夜配信も来てね。バイバーイ。